こんにちは、井上です。今日は都内のレンタル会議室、貸し会議室からお届けしています。その貸し会議室で仕事を、一人で仕事をすることということで、そのメリット、デメリットについて今日はお話ししようかと思います。貸し会議室っていうのは、私はスペーシーというサイトを使ってるんですけども、そこで検索して良さそうなところがあったら予約して、カード決済して使うと。で、時間になったら、時間のちょっと前になったら、その現地に行って鍵を受け取って中に入ると。で、終わったらその鍵を閉めて出ていくと。そういったシステムではあります。で、鍵の受け取りといっても誰かと会うわけではなくて、大体は玄関のところにこのロックが、暗証番号を入れて開くロックボックスが、キーボックスがあって、で、その中から鍵を取ってっていうのが多いです。郵便受けの場合もありますけども、一部スマホで開けるっていう、スマホのアプリを入れていて、そのスマホの認証番号を入れると開けられるというものもあったりはします。で、その辺はストレスなく使えるものです。で、時間制で1時間なり30分単位で使えて、1時間から使えるところもあれば30分から使えるところもあってという感じです。で、今日は2時間で使ってるんですけども、2時間で500円で1000円。合計1000円ということではあります。で、ここの貸し会議室のメリットとしては、やっぱりこう静かで、一つは、静かで、仕事に集中できるっていうのがありますよね。そこがメリットで、カフェと比べると、やっぱ広々としてますし、マスクしなくていいし、音も鳴らしていいし、他の方が気にならないと。そういった空間を手に入れることができます。で、オンラインもこうやって YouTube やったりとか Zoom やったりっていうのもできますし、私はやりませんけど、電話を使うということもできるかと思うんですよね。カフェで電話とか、その Zoom とかやるのってもう絶対ルール違反だと思うんですけど、でもそうじゃない方の方が大部分なんで仕方ないのかなとか思ったりしてますけど、こちらは自分を守るためにそのイヤホン、遮音性高いイヤホンをしてるわけなんで、してるんでいいんですけど、そういうことも思ったりはします。で、二つ目のメリットとしては、そのネットで手軽に予約できるっていうのは楽ですよね。当日でもできるんで、直前でもできるとこはできるんで、空き時間見て予約するっていうのができるっていうのがいいですよね。で、三つ目は、意外となんですけど、そのトイレに行くときに、カフェとかだとやっぱりこのパソコンを一回閉まって持っていかなきゃいけない。持っていかなきゃいけないというか、もうむしろそうしたいわけなんですけども、それ置きっぱなしというのはそのリスクがありますんで、それをしなくていいというのも一つメリットかなと思います。そのカフェでずっと仕事をするよりはですね。で、好きなものも食べますし、好きなものも飲めると。ただ、持ってきていただくってことはできないんで、自分で持っていかなきゃいけないし、気分転換で途中でちょっと散歩がてら買いに行ってもいいかなと思います。弁当を持ってきてもいいでしょうし。で、ですね。デメリットとしては、お金がかかるっていうのはありますよね。カフェだと、こういうとあれですけど、2時間いて300円っていうこともありますし、100円ってこともあると思うんですけど、ここだと、1時間500円なんで合計1000円と。700円とか800円、1000円のところもありますんで、その分だけ、例えば、カフェに1日300円でいるっていうのはなかなかないかもしれませんけども、できないことはないと思うんですよね。ただ、この貸し会議室だと、例えば500円で8時間だったら4000円かかるわけで、ホテルのデイユースプランよりも、パッと見安いんですけど、同じような値段になる可能性というのはあるかなと思います。ただ、1日数千円で、毎日じゃないにしろ、丸1日そこで集中してこもって仕事できるって考えると、使ってもいいかなと、投資する価値はあるかなと思ったりもします。で、二つ目のデメリットとしては、設備にやっぱばらつきはありますよね。ホテルでもそうですし、カフェでもそうではあるんですけども、例えば Wi-Fi がつながりにくいとかですね。で、普通の、Wi-Fi ルーターを置いているところもあれば、モバイルルーターだけがあるところもあるんですよ。で、それがコンセントでこうつながってて、電源にコンセントでつながってて、ちょっと電波があんまり良くないっていうケースもあるんですよね。トラブルがあってね、一応ですね、その規約的には繋がらなくても許してね、みたいになってるんで、そこは文句は言えないところではあるんですけども、そういった、そういったこともあると。カフェでも Wi-Fi が使いにくいということもあったりもするんで、ただカフェの Wi-Fi のパスワードを入れないっていうものよりは、こういった貸し会議室の Wi-Fi は私は安全だと思います。一応パスワードロックはかかってるんで。で、あとはですね、
エアコンが効かないとか寒いとか、今寒いんですよ。実際寒くてですね。エアコンつけてんですけど、全然効かないんですよね。効かないし、まあこういう壁だからかもしれませんけど、まあもうあとちょっとで出るんでいいんですけど、寒いとかですね、暑いとかあるんですよ。エアコン壊れてるとかですね。そういうのはレビューに書いてたりもするんで、そういうのを見ながらというのもありますね。で、まあ、意外と騒々しいというのもあったりもするんです。その、電車の音がするとか、隣で工事してるとか、周りが騒がしいとか、2階の物件でちょっと繁華街でざわざわするとかですね。そういったところもあるんで、まあ、一人だとそれ我慢すればいいんで、私はそのセミナーで、自主開催のセミナーで会議室、こういうところをよく使ってたんで、また、見るポイントっていうのは違うんですけど、一人の場合もちょっと自分に合うかどうかというのは、一度下見がてら30分でも使ってみて、で延長もできるところはできるので、まあ、よかったら使ってみるっていうので気軽にやってみるといいんじゃないかなと思ってはいます。東京だけじゃなくて、まあ、大阪、名古屋、福岡にもありますんで。で、三つ目のデメリットとしては、まあ、当然空いてないこともあるわけですよね。人気のところは埋まってたりもしますし、まあ、この時間帯で借りようと思ったらもう、他の方が借りてるって場合もあるんで、まあ、それはそれでしょうがないかなと、事前に分かるだけ、まあ、まだいいかなと思いますんで。で、その借りるでも結構前の利用者の方と出くわすっていうこともあったりもするんで、ちょっときつきつに借りるとちょっと嫌だなと思うんですけど、まあ、先方が延長したらしょうがないんですけど。で、お気に入りのところを複数見つけておいて、よく行くところとか自宅の近くとかですね、それでそれを使い分けるっていうのも手かなと思います。まあ、ただ、まあ、先ほど言ったように、そんなに安くない場合もあるんで、で、一人用の、この、一人だけがこう、これぐらいのところで一人だけが入るところもあったりもして、今、駅なんかにもあるんですけど、あれがちょっとですね、圧迫感があって私好きじゃないんですよね。だから今回は4人掛けではあるんですけど、4人だと結構、まあ、6畳ぐらいはあるんで、広々としてて、ちょっと快適に使えるんで、まあ、それぐらいのところ4人、利用のところとかを借りた方がいいかなと思います。まあ広いところはもっとあるわけなんですけど、その広いところ借りても、まあ、当然高くはなるんで、その辺のバランスは気をつけたいところではあります。というわけで今日はですね、貸し会議室で仕事ということでお話しさせていただきました。まあ一度ちょっと借りてみていただいてどんなもんかというのを試してみていただくといいかなと思います。では、今日はこれで終わらせていただきます。ありがとうございました。